ボリス・サイリズ、ボリス・サイリズは、当時ロシア領だったウクライナ出身の米国の心理学者、精神分析学者、教育哲学者、精神科医。ユダヤ系として、ジトーミルシュベルディチフに生まれる。ユダヤ人の経済的活動、学業を制限する法を破ったために、政治犯として、迫害を受け、1887年、帝政ロシアから米国に移住し、 ハーバード大学で心理学を教えるとともに精神分析家として患者の治療に従事して多数の著作を残した。精神病理学や集団心理学や睡眠科学の先駆者として20世紀初頭に影響力が強かった。ニューヨーク州精神病理学研究所の創設や異常心理学ジャーナルの創刊にも関与。 安静療法を米国流に解釈して実践した功績も大きい。しかし、自らの科学的好奇心の赴くまま、息子、ウィリアム・ジェームズ・サイディズに極端な早期英才教育を施した挙句、社会に適応できない変人に育て上げたことや、心理学会の主流に反旗を翻すとともに、フロイトに非難を浴びせたことでも知られる。このこともあり、 米国心理学会に貢献したにもかかわらず、同学会から追放され、1923年に脳出血のためポーツマスで亡くなった。同地のサウス墓地に息子ウィリアムと共に埋葬されている。ありがとうございます。